Suzuki。 はい、前回までは、大学を卒業したヘレン・ケラーが仕事を始めたっていうところまでお聞きしたんですけども、今回その続きからお願いします。はい、そうですね、まあ発音の練習してたじゃないですか。一応だからみんなの前で喋るっていう行為をすることはできる、できるって言ったら語弊があるんですけど、つまり不可能ではないということで、講演活動とかをやっていく人生になっていくわけですけど、執筆と講演活動の人生にこの後突入するんですけど、このヘレンがね、まあ50歳になるぐらいまでに123の都市で、まあ250回ぐらい講演をして、はあ、25万人ぐらい聴衆集めてるんですけど、すごっ。これね、250回の公演ってさ、なんだろうね、目と耳が聞こえてないのに250回するのすごいよ。だってリアクションもないわけですよね。まあ会っても分かんないわけですよね。会ったことが分からないですよね。だっていくらおもろいこと言ってボケても全く笑い声聞こえないわけですからね。そうでも会場の空気の振動とかもすごくなんか結構感じることができたんですよ。そうだね、空気の振動でいろいろ分かったらしい。あの喜んでるかどうかとか分かってたらしい、実はね。そうかそうかそうか、なるほど。であとね、そのやっぱりその障害者なんで、その普段の生活も普通の人より時間かかるわけだから、仕事と家事でめちゃくちゃ忙しくなったらしくて、もう本当に多忙な毎日になるんですよ、サリバン先生とヘレンって。多忙な毎日を過ごしていくんですね。執筆活動、講演活動、家事で、でそれでサリバン先生体壊していくんですよね。え、サリバン先生そうや、結婚してますもんね。結婚してるんですけど、サリバン先生の旦那さんとヘレンと3人で暮らしてるんですよ。ああ、じゃあもうそういう感じか。そうで、ちなみにね、そのサリバン先生の旦那さんすごくいい方なんだったみたいなんですけど、この人もそのヘレンとサリバンが有名になっていくにつれて心の距離を感じていって、あの別居しちゃいます、サリバン先生。離婚こそしなかったんですけど、もう最終的に最後何十年間はもう別居状態で、事実上の離婚状態です。あちゃちゃ、うん、まあ2人はさ、講演活動が忙しくて、うん、もう家にいないことも結構長、うん、多かったみたいですからね。なるほど。ということでね、まあ各地移動しながらこう仕事をしていってる状態ですね。でまあ何かこうアンチも生まれてくるわけですね、有名になってくるにつれて。そのアンチも生まれてきたりとか、一番、ちなみにヘレンが一番困るって言った人たちがどんなタイプだったかっていうと、うん、自分たちを無駄に美化する人。ああ、なるほど。だから一回しか会ったことありません。で自分がそんな話もしたこともないのに、なんかこんなにすごい人だみたいな話をいろんなところで言いふらす人。なるほど。事実じゃないすごいことをしたとかいうことを言いふらす人たちが一番嫌いだったみたいな。あの自伝の中でね、結構ボロクソ書いてる。もうこういう人がいるからめちゃくちゃ自分が困ったみたいなことを書いてる。これはでもね、現実世界にもいそうな気がするな、僕らの周りにも。いますよね。なるほど、うん、いますね。で大体そういう人は勝手にお願いしてきて、勝手に失望して勝手に切れてくるって言ってました。なるほどね。そうそうそう、うん、なるほどなって感じ。なるほどなっていう感じですね。変な期待して。はい、そう、はい、でね、まあ、あのさらっと仕事したとか言いましたけど、やっぱりその、うん、ずっと不安感と戦ってたみたいですね。僕たちから見たりとか、まあ、歴史のね、そのこの結果、講演した回数とかいう結果、最初に言いましたけど、結果から見るとね、あ、まあ、ヘレン・ケラーだからそんなことができたなとか、ヘレン・ケラーってそれだけ立派な人だなって思うじゃないですか。だけど、まあ、散々ね、古典ラジオの中では偉人を見るときにこういう伝え方してきたと思うんですけど、やっぱりヘレン自体はずっと不安感を抱えながらそれをやってるわけ。余裕だなって思いながらやってるわけじゃないんですよね。あの自分みたいな障害を持ってて、そのろくにね議論もできないと。要はその 5,6 人でそういう同じ活動をしてる人たちが 5,6 人集まって議論して、こうやってどうやってこう自分たちの活動を良くしていこうかみたいな議論してる時に、即反応できないじゃん、相手の言葉に。あとそうで、あと相手の顔を触ってたら何言ってるかって分かるようになってたんだけど、その顔もさ、同時に議論してたら分かんないじゃん。そっか、議論もできないような自分がこういう世界に入って一体何ができるんだろうっていうことでね、やっぱりね、自信喪失との戦いだったんですよね。そうだね。あと
こう、うん、公演もうまくいったって思ったことは多分なんかほとんどなかったみたい。そうやな。毎回もう全然ダメだなって思って終わってるみたいなんですよ、どうやら。あ、なんかそこの事故との戦いはずっとあったみたいですね。まあ、そっか、リアルタイムで生きてたらそうか、うん、なんか僕らとかはもう本当にね、電気とかが世界中で有名になってヘレン・ケラーっていう名前知ってるから、すごい人だっていう結果を知ってるからんですけど、リアルタイムで生きてたらそれは不安でしょうね。そう、自分自身はさ分かんないから、うん、なんかさっきその委員会に入った委員会でもやっぱさっき深井君が言ったように議論がまともに参加できないから結局やめてしまったんですよね、うん、なるほど。そう、それになんか最初らへんの公演でもうめちゃくちゃ失敗したらしくて、なんか相当練習していったんだって。やっぱ当たり前だよね、うんうん、相当練習していったらしいんですけど、うん、いざ公演ってなった時に言葉が出てこなかったらしいんですよ、ガンディーみたいに。なるほど。で喋れたんだけどめっちゃ声ちっちゃかったらしくて全然みんな聞き取れなかったんだって。あ、でもなんか大失敗したことだけずっと分かってて喋りながらでもなんかほんとしんどかったみたいですね、それが。はあ、ね、でもその時にもうなんで自分はこんな三重苦から始まった自分が公演するみたいなバカみたいなこと始めちゃったんだろうって思ってたみたい、その時は。まあまあもう当然思うわな、すげえバカみたいなチャレンジしてしまったなって思ったと。自分から茨の道に行こうとしちゃうよねそう、調子乗りすぎたと思ったみたい。だからこんな難しすぎることなんでやっちゃったの、無理だったのになんでこんなこと始めてしまったんだろうってやっぱり彼女はねこの時は思ってしまったみたいなんですよ。けどやこの後、まあ立派だなと思うのは丸3年間かけて発音の練習するの、またこれ30代ぐらいの時だったらしいんだけど、丸3年間ぐらいかけてまた新しい先生を呼んできてね、そこで自分がこう音声をコントロールできるようになるっていうところを目指して、そのまた発音の練習をする。で発音の練習もやっぱり想像を絶するぐらい大変なんですよ。あの僕たちは簡単に声が出せるんだけど、ヘレンはその簡単ではないので、その声を出す仕組みを3つに分けてるんですよね。動力と振動器と共鳴器っつって、この3つがどういうふうに作用してるかっていうのをその意識しながらこう音を出す。でやっぱりその音のリズムとかも分からなかったらしいんで、そのリズムであるとか、あとは音の高い低いみたいなものをどういうふうに把握していくかとか、まあ把握はできないんだけど、コントロールするかっていうことをここでまあ3年間かけて学んだことによってだいぶこう聞き取りやすく、だいぶその講演してもまあおかしくはないみたいな状況になるまでなったし、それでもねやっぱり自分がいきなり喋るっていうのは結構しんどかったらしくて、ヘレンがあのサリバン先生と一緒に講演に回ると。でサリバンが一番最初はサリバンが話す、で途中で自分が出て行ってそのサリバン先生の口を触って、自分が口を触るだけで相手が言ってることが何かが分かることを示す。でその後に自分が喋るっていう、このステップで喋るようになったら緊張もそんなしなくて喋れるっていうことが分かってきて、あのこのステップで講演をするっていうので、なんかこう勝ちパターン見つけてそれでやっていったみたいです。じゃあ自分なりのなんかフォームを作ったんですね、ここでね。そうです、やっぱりねずっと自分が喋るっていうのはいろいろしんどいみたいで、その喋るパートをなるべく減らして、相手の質問してもらって質問に答えるみたいな、そのしたりとかね、うんうん、そうだね、うん、ヘレン・ケラーが喋る動画、まあ、YouTube とかにも上がってますんで、うん、で実際本人も最後までねやっぱり上手くならなかったって言ってますね。なるほどね。でここら辺からなんかこうなんて言うんだろうね、同時期にねこの社会活動がその障害者教育だけじゃなくて社会課題をどうするかとかもそうだし、あとはその戦争とかのねあの反戦活動とかね、あとはあの社会主義者なんですよ、ちなみにヘレン・ケラーって。社会主義の、だから社会主義の話をしたりとかしてね、またさらなるアンチとかを作っていくのよね、これ。そう、なんかもう政治的な発言をすごくやっぱするようになってて、そう、やっぱ黒人の奴隷解放、あと反戦活動、あとは労働者の処遇改善だったりとか、あと女性の参政権とかね、まあ全然その正しいその発言ではあるんだけれども、やっぱり当時のアメリカからしてやっぱそういう人をその政治的な発言をすることはですね、これまだ少数だったし、しかもスーパースターですよ、スーパースターの女性のスーパースターがなんかすげえ政治的な発言をしだしたみたいな、なんだこいつはみたいな
なるほど。っていう風に叩かれ始めたんですよ、うん、なんか最近も、うん、ありますね、うん、最近ツイッターでよくありますからねそういうの、うんうん、そうそうそう、もう芸能人の政治的発言叩くみたいなことと全く同じことが、まあ、この時も起こってですね。なるほど、うん、でそのメディアもやっぱりそのヘレンが時事問題を扱った記事を掲載するのを拒否したりとかして、もう執筆の仕事減ってしまったりとか、はいはいはい、そういうことも起こってくると。で、うん、サリバン先生働きすぎて倒れちゃうんですよね。そしてあらまずいじゃないですか。そうなんです。で、うん、まあ働かないと正直生きていけない状況になっていたんだけれども、一応スポンサーというかいろいろ経済的支援をくれる大金持ちとかもいたんだけど、うん、そのいなくなったりしたりしてる時期もあって、その支援がなくなった時期とかがあって、で自分たちで稼いだお金だけで生きていけるんだけど、めちゃくちゃ忙しいんですよ。で忙しいからサリバン先生体壊しちゃうと。で体壊すとさすがに働かせらんないから、それ貧乏になっていくんですよね。うんうん、経済的困窮時代っていうのがここで来ちゃうんですよね。30代前半ぐらいから結構長い間、うん、うん、あとね、その自分たちで稼いだ金をなんかね寄付とかしちゃうんですよね、障害者に。あらら、あ、それはね、うん、だから本当になんか最低限の生きる金の本当最低限も維持できなくなったら、なんとかちょっと公演とか出るしみたいな感じで、その静養してる時期とかもあったりしてね。でサリバン先生がいないと執筆もやっぱり難しいんですよね。あの資料を集めるっていうのができないので、ヘレン一人だと、そのアウトプットは最悪一人でできるけどインプットができないと。で本書くときっていろいろインプットもしないといけないから難しいということで、ついに家を売ります。うわお。で、あのニューヨークのクイーンズっていうところにね移り住みますね。あらららら。そうやって貧乏になるんだけど、当時その鉄道王でカーネギーっていう人ね、この人が年金くれるっていうんですよ、うんうんうん、その要は経済的援助を申し出てくれる。で最初はね、はい、頑なに断ってたんですけど、ついにマジで生活できませんってなってしまって、はい、あの本当にサリバンがあの体壊しまくって完全にもう働けません。で本当に経済活動停止したみたいになって、まあ手紙でねカーネギーにもう本当に正直どうしようもなくて、援助をいただけると助かりますっていうので、援助をしてもらって、それでなんとか生きていくことができるぐらいまで困窮していく。そうだよね。今もらってもらっていいよ。うん、あとあれさ、そのサリバン先生もさ、目視力が結構落ちてきたもんな。そう、サリバン先生ね、またあの目が見えなくなっていくんです、うん、ちなみにあの晩年にかけて、あのいろんな理由で働きすぎもあるだろうし、やっぱ目を使いすぎたっていうのもあるだろうし、また調子が悪くなっていって、最後ねあのほぼ失明状、ほぼというか失明するんですけど、また、うん、そう、あの両2つのもう眼球をね全部摘出してしまうんですよ。そうそうそう。で最後ね、あのサリバン先生ちなみに展示本読むことになるんですけど、展示本読むときにあのもう展示忘れちゃってたんですよ、サリバン先生。あのヘレンに自分が教えたんだけど長らく使ってなかったから、ヘレンがサリバンに展示を教えたんだって、その時。うわぁ、もうちょっとやばいね。すごいよね。やばいね。まあそういうのもありながら、あの40歳ぐらいの時ですね、マジでお金に困った時に、あの劇場に出始めたらね、見せ物みたいな感じで、ちょっと。劇場？ほうほうほう。そう、だからマジでお金に困ってやることがなくなって、あの劇場に出て、その大道芸人みたいな人たちの芸と一緒の同列で出て、そこで要は目が見えない耳が聞こえないのに喋れるやつみたいな、珍しがってくださいみたいな感じで出るようになるんですよ。そう、芸人っていう立場でですか？芸人です。芸人の立ち位置で出るようになる、うん、寄せみたいな感じだよね。はあ。4、5年間ぐらいこれで生きていく感じ、うん、うん、え、ちょっとさっきも言ったけど、でもおもろいこと言ってもウケてるかどうか耳で聞こえないんですよね。あ、でもね、あの人の体温とかリアクションはちょっと分かってたらしくて、笑うとか分かってたみたい。あ、そうなんや。それがすごいけどね。そう、うん、でヘレンはすごい楽しんでたんですけど、サリバン先生はすげえ嫌だったらしいです。そうそう。性格分かれるよね。面白い。そう、性格分かれるよね。そう、なんかヘレンケラーにとってそういうなんか堅苦しいところでその講演するよりも、こっちの方なんかめっちゃ楽しい、みんなちゃんと素直にリアクションしてくれるみたいな。結構楽しんでやれたみたいですよ。うん、でこの時もやっぱりアンチがたくさんいて、あの障害を見せ物にしやがってみたいな人たちはたくさんいましたね。へえ。まあま
でも本人が楽しかったらね。そうそうそう、まあ僕も本人が楽しければ別に誰にも迷惑かけてないしいいかなと思いますし、まあ本当にまあ生活できなかったからしょうがないですよね。でいいことだと思います。で同時期にですね、その裁判がやっぱりその体が弱りすぎてあんまり働かせられないので、新しいそのお手伝いさんを雇うってなって、まあ最終的にサリバン先生の代わりになる人、代わりとしてヘレンをこうずっとサポートすることになるポリー・トムソンさんっていう人がいるんですけど、タムソンとも読むんですけど、まあこの方を雇って、この人がまあジョインします。ポリーこの人はそうポリーさんっていうんですけど、なんていうんですかね、この人は全然盲人の教育とかにも携わったことがないし、まあスコットランド人なんですけど、その別に何の経験も持ってない人だったんだけど、なんかすっごい献身的で筋のいい人だったみたいで、この人が言ったから、そのサリバン先生が亡くなった後もヘレンは結構長生きするんです。サリバン先生が亡くなってからもう30年間ぐらい生きてるんだけど、ヘレンってすごいいろんな活動ができたのはやっぱこのポリーさんのおかげですね。でポリーさんがいたから仕事を続けることができたんです。サリバン先生体はどんどん弱っていくんだけど、いい出会いだよね。この人も立派な人だもんな。そうそうそう、立派な人で、あとはこのその劇場に出てる時期に お母さんが亡くなっちゃいますね。あらら、あのね、本当愛情を注いでくれた。この時ヘレンが42歳の時です。42か、はい、42歳ぐらいの時にお母さんが、まあ、亡くなってしまって、ね、すごい愛情を注いでくれたお母さんだったんですけれども、相当ショックだったろうね、相当ショックだったでしょうね。なるほど、なんかこの訃報はなんかその芸人舞台に立つ直前に知らされて、そうだね、そうそうそう、めっちゃ泣くの我慢しながらみんなにこうすごく笑い、その笑わせてたっていう、言っとったね、その日は見たな、それ、それでも出るのが芸人なんですよね。いや 俺の同期の友達に全く同じ経験したやつがいて、はい、そいつもライブやってましたね。はい、やってました。そのもう親の不幸があったんですけど、でもこれ出るっつって会社に言って出てましたね。すごいね。いや、だから一番きついですよね、不幸の時に人を笑わせないといけない状態っていうのは。そうですよね。で、まあ、この状態からそうですね。で劇場とか出てて、で反戦運動とかも同時にしてて、世間からも結構叩かれることも多く。なりながらですね、まあでもそのやっぱり偉業が認められて大学の博士号とかをもらったりするね。あの博士号ってほら必ずしも大学になんていうか通ってあの取らなくてもよく、そのなんか社会人博士号みたいな感じで、サリバン先生とヘレンのどっちともに博士号が出てですね、こう表彰されたりとかして、そういういいこともたくさん起こるみたいなね感じでありますね。で次の回でついにそのサリバン先生が亡くなってしまって、じゃあその後どういうふうに生きていったのかっていう話と、まああとはその結構今までのその話の中で話してないこともあるので、まあ時間があればそういうところも話していければなと思います。いやそうか、ついにサリバン先生がいなくなっちゃうんですね。次でね、サリバン先生いなくなっちゃうんですよね、結構早い段階で。いやだからちょっと想像がつかないぐらい多分もう支えられてきた人ってことですからね。そうです、いなくなったらどうなるのかっていうのが、うーん、続きは次回ですかね。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。